はい、それでは続きをやってまいりましょう。前回ですね、なんとか長打ではございますが、なんとかこの平場の再走取ることができました。はい、これ平場は本当大変。A 案とかね、あとはコメントでもいただいたこれジョナンとか、ここら辺は得意なんですけど、もう平場はきついですね。まあ大体平場なんですよね。でもね、だ工場がきつい、本当に。まず野戦で、この山に誘って、山とか森に誘って、そこで戦って減らすとか、していかないと厳しいですね。なかなか場所誘うってのもなかなかそれも難しいし。まあそんな感じでですね、やっていくのが必須というところ。で、結構、捕虜を捕らえました。あ、ちょっと見れないですね。はい。かなり、捕虜はいます。ここの都市に。こんな感じです。はい。身分、捕虜であると。だーっといますね。これ一応ね、提言が監修なんで、提言を、張飛をどかして、対処にしてという感じで、なんとか保てればというところですね。全部取れるかもしれない。それちょっと頑張ってみようかなというところですね。あとは、周りの都市。今回取れるのか取れないのか考えただけで、ワクワクしますね。今日も楽しくゲームをやって参りましょう。はい、それでは進めます。どうでしょう、渡ってくるのか来ないのか。テイホー、テイホー、テイテ、テイホー。テテテテ、テイホー、テイホー、テイ、テイホー。来ちゃったらやだな。あと、こっちですね。効果に2勢力ぐらいちょっと攻めそうな感じ。手本戻りますね。いいですね。あ、そして、こっちは進む。進むけど、ここ、平坦切れると思います。で、賞金がちょっとだからちょっと厄介。これがどうなるか。あ、こっち向かっていきますね。ただ、船がしょぼいですね。え？書くと逃げんの早いよ。逃げんの早いって。準備整ってないのに。ずるいよ、そんなの。ここで切っちゃったか。ここで切っちゃったら、ちょっと、やりづらいですね。おっと、キラン投与ですね。捕虜です。まあ、キランはね、来そうですね。岡本さん？岡本さん来ない。二人目、来ましたね。各園。まあ、今月はこんなもんすかね。おっと、コホス捕まってしまった。これは、提言がいるところに行きたいですね。そして、ここは指揮を、指揮がなくなりましたね。さて、報徳、戻りまして。コホスですね。中世95、取れるかな？投票。まだ。ロイヤにぶち込め。きつく縛っておけ。さあ、文集捉えて戻りました。中世89。ちょっと待って。あ、持ってないんだ、長打。持ってると思った。ダメか。投与。まあでもこれは投与しなきゃいけない。捕虜。そして、多分、効果攻め来てますね。あれ？賞金捉えちゃったよ。賞金って君主ですよね。でも、これは、長打持ってないんじゃん。あ、でも珍しい。クメン持ちですね。クメン持ち。周隊、旅網と仲がいい。そうですか。初段。ここはね、1にも2にも初段しかないんですよ。君主は。荘園がついた。荘園だ。珍しい。やばいな。なんだと？あれ？やられた。何で死んだ？火か。火がの、映ったか。こちらに。まあ、これは、引きましょう。脅威が攻めてきた。そして、深夜からも攻めてきてますね。こっちの方が部隊数、いや、兵数は多い、かな。炎鉱、そして、死尾死期か。文集取れるか。取れない。これ100軍師作るの大変ですよ。燃えて死ぬな。
船燃えるな。お、そして各愛と、その、賞金の残党、戦い始める。これを。さあ、郊外の兵団を切ろうと、向かっております。郊外、ソーダ餅ですけど、劉備が、草加なので、これはこちらに部がありますね。どうした？これ切れちゃいますね。もうどうしようもないですね。いや、一応、戻れば、止まるけど。心得た。止まりませんよ。止められませんよ。しかもこのまま上がる気でしょうね。どうせね。まあ一応、ダメージは負わないように、ちょっと離れておきましょう。ロコ5000、出してきますが、どうでしょうか。こちらに追加でやってくるのか。まあ郊外の兵隊切れはおそらく免れないと思いますが、こちらに追加でやってきますね。ひどい。コホス？おお、問いは90ぐらいありますけどね。マンチョ、ギリがたい。文集、まだか。リュウ君、来ないか。リュウボ、よし。トーキン？トーキンって結構初期の武将ですよね。これあんま見ないもんな。コーチュ、最強のコーチュ？来たー。超だ最強ですよ、これで。よーし、いいぞ。結構これ早いうちに最強武将を手に入れた。岡本さん。リュウジョ。さあ、郊外どうすんだ、郊外。諸葛金ちゃん？来ちゃうのかよ、おい。諸葛亮向こうにいんのに来ちゃうのかよ。来ない。じっとしてますね、郊外。何じっとしてんだ。しかも、切れないの。このターンで。切れないの。お、郊外これ、上陸パターンか。しまった、ちょっとダメージ食らっちゃうな。ん？よし、切れましたね。で、こっちも、平坦切りの動き行ってますけど、あんまり察知してないですね。まあ、この陣形縛りシリーズで割と重要なのは、船で戦うってことです。汚いけど船で戦えるようにした方が、船が強ければ強いほどいいですね。陣形が弱いから大体。文集来ねえな。忠誠を誓おう。おっと、ビフォーは忠誠90でもやっぱり来る。トッキン。忠義を捧げる。来ましたね。リュブアン。リュバンもバンバンって泣くからね、これね。リュウタイ来ない。リュウジョ。来ましたね。マンチョ来るかな？マンチョなかなか来ないな。もう一段階ですね。岡本さん、来ない。岡本さんも意外と強情だね。よろしく頼む。ギバック来ました。もう一段階ですね、他の人たちは。さあ、幻術持ってますからね。このアヤネは。これぐいぐい下げますよ。さあ、郊外。ああ、でもだいぶ、兵も減らしましたね。おそらく、公領攻められますけど、まあ、これくらいは、諸葛亮を格はいれば、弾くでしょうね。常用も、なんか頑張れば取れそう。多分、武将があんまりいないと思う、あそこは。満潮の返還を頼みに来た。満潮だけでいいの？これはなんかもらうチャンスですね。四輪車各愛が持ってる。うわぁ。四輪車もらっちゃいましょうかね。満潮どうせ出せないから、私たち外に。もらっちゃいます。四輪車。取り上げ。てか取り上げ。で、満潮、でも満潮はあれですよね。あっと、郊外捕らえた。郊外は持ってなかった気がするな、ちょうだ。各愛が確か、陣形ちょうだ持ってた気がするな。各か持ってんのか。この死なない各かなんか最強じゃねえか。各愛も持ってる。で、千羽歩ね。千羽歩いいですね。あと前景か。なるほど。あ、各欲がいるじゃないですか。核欲。
ああ、でもそっか。各翼は息子の方でしたね。各春の方は、あれ持ってんだよね。監視を。そっかそっか、なるほど。まあ、各家か。まさかの諸葛亮、いらないっていうね、我々。いらないですね、諸葛亮。欲しくない。あの、手に余る。使いどころがない。あと、制作長打。制作長打。あ、いる。各馬。どれだけいますか？長打二人もいる。レベル5ですね。各馬、光線。なるほど、なるほど。いや、狙いたいな、ここ。劉備の使者、三人も返してほしいか。劉備から何取っても無駄ですからね。劉備を仕留めることはできない。いや、無駄ですね。でもお金も欲しいんですけど、文集は困りますね、拒否。せっかく監修で縛ってるから。さあ、やっと効果がですね、中規模ですね。はい。小と中は、だいぶね、差があります。さあ、郊外捕まえて戻りました。中世99。フォリオ。郊外入ったら大きいですね。取れるかな、郊外って。おっと、また出てきましたね。これは何でしょう。渡ってくる。どこに行くんだ。まあ、こっち以外多分来るとこないと思うんですけど。これ、再走攻めてくんのかな。嘘だろ。これを。どう見てもこっち来ますね。うわ、結構大群だ。やばい。あのね、お金がなくてね、これ軍備が整えらんないんですよ、実は。まあでも食料だけでも送らないとちょっとまずいですね。動けない。ロコから4500、さらに足してくる。これ脅威とかいるからな、もうずるいよな。さあ、我々平坦切り、船を出してまいりましょう。ちょっと部隊数多いな。7部隊ぐらいいますね。東郷すな！炎症師匠。うわぁ、隣じゃねえか。バカでかいじゃねえか、それ。バカでかいよ。で、兵力倍ぐらいなんだから、また。冗談じゃない。あ、でも炎症になったんだ。バカだな。ここに1万5000ぐらい出てったのに、ここ、今、舞台が。ちょっと待って、拡張するわ。拡張、どこにしよう。ないのは戦闘。あってもいいのは人事。人事支援、どっちかだな。とにかく精霊徹底増やしたいんですよね。金がないんで。精霊徹底のためにあと1個開けるか。支援で平坦。平坦だな。支援で平坦か。二択ですね。でもこの感じ、学者、画道の学者いますよね、これね。この感じ、早いもんな。ほぼ何にもしてなくて、ガシャーンって経験得てるから。まあ、人事だな、じゃあ。とにかく、ここは収入アップを目指していきたい。よし、なるべく長打を使わないように攻略だ。これが、これが秘訣。長打をうまく使おうなんて、まだできない。まだ早い。そんな簡単ではない。お、文章入った。オッケー。ルッバーン。オッケー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 。9月下がっております。岡本さん？あ、ダメ。岡本さんはなかなか来ないな。後悔。93。無理だな。リュウ君。よしよしよし。リュウ君何気に水軍。水軍です。リュウ隊入った。あれ、リュウ隊もなんか、水軍違ったかな？うん。これは、相打だから突っ込んじゃうわけですね。いけませんよ。これを。その突っ込みが命取り。岡本さん？岡本さん問うよ。さあ、どうでしょう。川の方では手法うろうろ。手法うろうろ。さあ、切れるか切れるか。
どうでしょう、これは。どうなんだ、テホウロウロが嫌だな。こちらに。あれ、テホって長打強化じゃなかったでしたっけ。なんかそんな気がするんだよな。なんかもう、希望的観測で、全部長打強化に見えちゃうのかな、長打使えるやつ。ちょっと見せてもらっていいですか。はい。ボタン効きません。はい、効きました。武将、能力。魚鱗強化かよ。メジャーだな。まあでも、手法欲しいですね。さあ、スパッと切りたいところですね。あ、切れましたね。で、みんな、水の中出ちゃう感じですか、これ。あ、出ちゃう。微妙だな。まあ、これで手法をやれるんで。報告が。あとは、どうかな。この終始でうまく、この二人も切りたい。これはもう、劉備袁紹としばらく死闘を繰り広げる感じですね、これ。あ、でも袁紹は、ちょっと間延びした地形になってるんで、全力こっちに来るわけでもないですね。なるほど。劉備か。二都市隣接の劉備。そんなか、ちょっと待って。すごい、あっちこっちから兵が出されてきますが、どうでしょう。お互いにやり合う形。あ、これは、陣の掃除ね。これは封を取る。で、これが、あ、リクソンがなぜか単体で来てる。ほんと、リクソンは頭いいけど、やっぱ行動がバカなんですよね。さあ、それで、テホですね。葬ってほしいところ。ていうか、捕らえてほしい。もう、捕らえられれば、こんなに嬉しいことはない。誰かいないか？ここら辺に。あの、長打強化。マジでいないからな、長打強化。剣魚7000。これ、増援ですかね。あ、増援ですね。貢献が出てきて掘ります。さあ、どうですか？よし、来た！誰？マリー、マリーだね。マリー隊。マリーでどっち？こっちか。金髪がマリーね。はいはい。女の子の名前はね、すぐ覚えられるか、僕は。はい。覚えてなかったじゃないかって話。よし！パツッと切りましたね。オッケーです。ここ切ったんで、これ倒して、もうすぐ火つけましょうね。もう、脅威なんかね、こういうチャンスになったら火つかないですからね。もう火つけ、火つけ、火の用心つってね、これ。パオパオチャンネルですよ。ね、知らないと思うけど、誰もね。パオパオチャンネルは知ってるでしょ、でも。ね、伝説の番組。所さんとか、ほら、やってたわけですよ、MC ね。パオパオチャンネル。あと誰？有名な人。結構有名な人出てた気がするんだよな。後々売れた人。さあ、ここ後ろ切りたいですね。で、三越、いい感じアシスト、湧いてます。いいぞ。わけわけ。湧きまくれ。で、これ後ろからバチッと切りたい。で、もちろん、ここに重しを置いておく。この重しは逃げ続ける。でも、居続ける。で、こっちからこっちで、ね。こっちからこっち流れる。キクギ撃破。あ、こっち来てるな。こっち来てる。ちょっと1ターンは耐えないといけないですね。あれ、これは、撤退かな？撤退しようとしてるのかな？なんか言うか。ただ、水中は、これはね、続発生するんで、こっちに逃げましょう。わかった。炎症、小炎ですね。常用攻め、向かいそうですね。これ失敗しそう。我々はどこ次？やっぱり、各話しかないですよね。諸葛亮も手に入るし。諸葛亮手に入る。百軍士じゃねえか、よくよく考えたら。何のんきりやってんだ、こんなもん。あ、やられちゃう。やられちゃう。やめろ。やめろ、お前。劉備この野郎。あの野郎。しかし、平坦斬り。報告が。まあ、劉備は捕らえられないですけどね。とりあえずは平坦斬りというところ。しっかりとやっていきましょう。
劉備を撃破。お、捕らえた。いいぞ。劉備はこの戦い、だいぶ損失受けましたね。報告が。おっと、出た。神球。あー、でも戦士か食らう。あー、でも、いいですね。で、もう一回平坦斬り扱いか。おー、後悔取れた。よし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 。きついなー、これ。竜海、東洋。東洋じゃない。撃破ですね。まだ撃破だよ。東洋も何も。捕獲もしてないよ。さあ、と、押し返しました。劉備勢をここまで押し返して、で、ここから先は、取ってもね、割とこの三越が踏み荒らしていくんで、三越との友好を、まあ、上げてもないんですけど、下げたくない。上げたり下げたりしたくない。毎ターンめちゃめちゃ探索してるんですけど、全然金たまんないですね。金90。これじゃやってけないですね。枯渇しちゃいますよ。やばいっすよ、これ。もう、この極級のバランス。全然収入ない。まあ、何でもかんでも金使わないようにしなきゃいいんですけどね。かなり節約モードになれば、なんとかなるかもしれない。さあ、どうでしょう、ここは。ああ、消えちゃったか。あやねは、追って持ってるんで、捕獲の上位互換。あやねフィニッシュしたいですね。なんかいやらしく聞こえるな。女優戦ってますね。あ、しかし防衛確定。ガセ検証。ここら辺で守っております。竜を捉えて戻りました。抽選86。ん、タイヤ。なぁ。タイヤできない。ファイヤー。からの格愛と陽氷。陽氷は武量ですね。え、ってか、格愛。これは痛いなぁ。格愛次行きたかったんだけどなぁ。いやぁ、これさぁ、単純に兵力が 2.5 倍ぐらいになるでしょ？都市も一つ増えて。しかも諸葛亮がいいんだよ、ここには。なんでそんな格愛だけ優遇されてんの、これ。格愛もうとっくに滅んでるはずだったのよ、これ、最早にいて。もうどんどん兵士数増える。武将増える。格下と格外ぐらいしかいなかったわけですよ、ここ。ね、まあ諸葛亮。まあ、容姿は、でも容姿ね、数多いんですよ。ようちゃん。やん。マダムやんですよ。マダムやんだから多いんですよ。妖怪、妖儀。ね。うん。数は多いけど大したことないね。妖法、何がいるの？容姿って。妖法、妖法、妖密、妖瓶。小粒だなぁ、やっぱり。妖儀が一番マシかな？うん。暗愚の極み、妖将がいるし。あと、妖光か。うん。まあ、そんな感じですね。はい。いやー、これで、格愛を倒して、百軍師を得る計画。頓挫。完全に頓挫。ここは、応援で長打を持ってる、加工士ですね。加工士取れるかどうか、っていうところですね。ここが一番いいか、でも、武将が強いからな、加工園、加工トン、あたりが、あ、加工園も結構強かったような気がする。っていうか、うん、無理。迎え撃つやつ、レベル、迎え撃ってくるレベルのやつが出てきたら、ほぼ無理。加工派もいるじゃん。そりゃそうだよ。加工士だもん。無理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 。カマンとかも、もうカマンのレベルで無理だよ。我々。もう無理無理。で、陣形は？陣形。加工園いいな。加工園加工士だな。これはもう鉄板だ。いいよ。カマンも何番だから、森とか、森はダメか。密林か。密林はいけますね。はい。いやー、こう見ると、女用っすかね。いけて女用。ちょっと女用の周りの符をちょっと狙いに行きましょうか。
さあ、捕まえてまいりました。定宝、中世87。ぜひとも欲しいです。ソーダ餅。二人目。太陽。はよ、来い。これはでも、すぐ来そうですね。87だもん。竜陽。来ないか。定宝。来ない。80代で来ないの？エンコ。来ないか、隣町。おっと、来た、定宝来た。よし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 。よーし、来ましたね。定宝大きいですよ。さてさて、どうやって常用を攻めていこうか。常用の他に攻めるとこあるのか。お、竜よ。取れましたね、やっと。はい。これで捕虜は全部取れました。お疲れ様でしたね、劉備さんね。随分劉備さんから取っちゃいました。さてさてさて、ここはちょっと戦っておりましたが、引いてくれたんで、これで関心港ですね。王国が。取って、攻めるときに、こっち側取れたらいいんですけど、いやー、それでも結構、いるなぁ、兵数。ガセーがなぁ、強いもんなぁ。お、また劉備動いた。再走狙いかな？そんな感じですね。懲りないですね。ちゃんとね、再走には残してありますよ。おっと、今度は前走動いた。いいよ。いいよ、いいよ。劉備を、劉備と当該。どこ？当該。うわぁ！でかいなぁ。でかいし、また兵数倍になっとるやん。倍っていうか1万ずつ増えたね、これ。これ、都市多ければ多いほど増えるって、これ、このルールなしにしようや。これ、さらに出てくるんだから、こっから。増援。お、まだ出せるじゃん、みたいな。ちょっと、お、一本つけろや、みたいなさ。なんか、空いてる一本つけろや、みたいな、のれんくぐって出てくるじゃん、これ。ふざけんなよ。無理だろ、これ。これ仕組まれてるじゃん。それ込みで再走攻めてきてんのかよ。効果3万9000あるけど、これまあ4万ですね。約4万。4、あと今、光量が空いてるんですよね。光量空いてるけど、空いてるし、多分この攻めは失敗するでしょう。ただ、2都市あるから、これもね。連携早い、早いですね、これね。紋章持ってる。難しいな。加工士はまず無理だし。数で、偶の根も、あれ？これ攻めてくるっぽいな。還元のくせに。ほら、出てきた。いっぱい出てきた。じゃ、住所2万3000おかしいやろ。おい、使い放題か、お前。やめろよ、それ、パケ放題みたいなの。パケホタイムじゃないんだよ、今。どこ行くんだよ、君。君、どこ行くんだい？ま、右に出したから？こちらではない。うわ、調子こいて、オーロンとこ行ってる。なんだ、これ。調子こきすぎやろ。てか、このシナリオずっとこれだな。ずっと統合されるな。難しいな、これ。プレイヤーに対してはめっちゃきつい。いやー、どこから行くのがいいんだろう。炎章意外に行ける気がするな、でも。援軍来るのなんか遅そうな気がするな。どうだろう。深夜でなんとか耐えることができれば、この得意な土地、序談があるんで。いや、各愛めちゃくちゃ油断してるぞ、これ。釣りか、これ。
6000だぞ、光量。油断バリバリじゃねえか、これ。もっと深みにはまれよ、これ、深みに。池を深みによ。ええやん、落ちないって。多分落ちないって。いいね、兵力使って。さあ、こっちは劉備を止めれば、まあ、いいんですよ。多分、簡単に止まる、じゃないかなと、私はね、鷹をくくってますけど。こういう時に限って失敗するんですけどね。これを。ぼちぼち金収入も、そこを打つというか、ここから上がりそうですけどね。うん。ちょっと溜まってきましたね。ここまで来れば1万溜まるとかいうのも、もうちょい、もうちょいというか、まあ、行くんじゃないかなと思いますね。だってレベル3が増えてくれば、上がっていきますよね。レベル3はとっくに行ってんだけどな。レベル4も出てきた。そうか、レベル4か。レベル4が出てくると、上がり調子。おっと、3000。光量さらに3000。これなんだ、釣りか？おい、出しすぎやろ。いくらなんでもおかしいだろ、これ。釣ってんのか？これなんで北に行くんだ？これか。ここ行っちゃう。行っちゃっていいの？それ。あ、ちょっと常用と光量で戦おうとしてるじゃない。ちょっとちょっと。何このお膳立て。いや、これ光量行くしかないな。てか光量めちゃめちゃすごいスピードで兵が兵数戻ってるんだけど、これ壊滅してんのか。まあでもここまで来たら、とりあえず攻めるんじゃないですかね。ええやん。出しちゃうか。効果から。それでは、効果から28000出します。今回はちょっと考えがありまして、うまくいくといいなと思っておりますけども。ちょっと、ミスったのは、定法を、まあ出しちゃいますよね。まあ定法だから出しちゃいますよね。定法を白詰めにちょっと使いたかったんですよね。遠視持ってるんですよね。ああ、もう出てきた。あれ？違うな。こっちか。いや、北に行くな、これ。商品って言ってるから北に行きますね。行かせちゃいましょう、これ。邪魔しないようにしましょう。おっと、出てきてますね。光量なんかギリギリの、なんか、守備兵でやるつもりなんですけど、これ。で、武力から6000。これは防衛ですね。どんな感じ？北に行きます？北ならいいですよ。あー、諸葛亮が出てる。怖え、超怖え。勝てるわけねえだろ、あんなの。こっちは長打だぞ。どうやって、あれ、破壊するんだ？諸葛亮。バトルサイボーグ諸葛亮。あ、ライハク取れた。すごい。取れると思わなかった。人んちのライハク。さあ、今日も厳しい戦い続いておりますが、まず、劉備が、いいところで攻めてきた。これをなんとか、切りたいところ。まあもう、これ平坦切ればいいですわ。はい。まあ捉えたいですけどね、いろいろ。で、ここも、まあ簡単に後ろ捉えると。まあこれ、イージーですね。全く今のところ、あれですね、防壁必要ないですね。超簡単。まあ向こうが船がね、弱すぎるっていうのがまず一つありますね。で、これでもう、早くも、平坦切り、菊木ですかね。菊木は切れますね。1マスしかいけないんだから、これ。切れるに決まってるじゃないですかっていう感じですよね。こっちはもう、スイスイですよ。争奪会ですから。馬鹿にするんじゃないよと、言いたいところです。そして、最早の防衛。ここで平坦を切りたい。どうだ？切れるのかどうか。いけそうですね。切れました。さあ、城まで届いちゃいましたけど、なんとか、ギリギリのところでストップ。いやー、やばかった。ふぅー。うわー、劉備まだ出してくる。なんなん？まあ、なんなんで、兵数持っちゃいましたからね。うわぁ、光量取りそうだな。嫌ですね、これは。困りましたね。
バンバン来ますね、これまだまだは。まだまだ来ますね、これ。おっと、ガクシン捕らえましたね。やりました。いいよ。で、このすれ違いざま、すれ違いざま冠水。狙い通り。捕らえちゃう、さすが。たまらないっす。あと、ここ引きますかね。貢献が大前。だから触らないようにしました。はい。放置の方がいいかなというところ。で、考慮15000に膨らむ。で、退却成功してますね。ちゃんとやれって、ほら。追いかけろ、追いかけろ。考慮2万超えちゃうな、これ。早いな、やっぱり。早かったな。どうしようかな。これ難しいな、考慮攻め。これだって絶対戻ってきますよね。これ合わせて8000。8000足したら2万4000ですからね。大衆諸葛亮。まあ、各愛にしても、どっちにしてもクソ硬い。クソ硬いですよ。こっちの方がいいよ、まだ。武量。でもこれも2都市あるがゆえに、来ますよね。援軍来ますんで、これはやっぱり、なんとかして、これ、加工トン、いけないかな。加工トンだって、この臨床を取れば、これも行き途中でここにある、何でしたっけ？なんかありますよね、ここに、負が。これも取れるんで、全部、なくせるんですよ。バフは全部なくせるんだけども。出てくるやつが強すぎる。兵数6万4000。で、各愛が3万6000だけどな。強いな。現役武将数も多いし。で、ここの荘園のところ、1万7000。これがまあ狙い目ではあるんですけど。あとは深夜か。そうか、もう構えられちゃったらもう考慮なしですね。考慮不良なしですわ。各愛なし。構えられちゃったら無理。いやー、これが、まともな陣形だったらいけるんだけどな。長打が刺さる場所だったらいい。深夜も刺さらないしな。やっぱ序南しかないですね。まあ序南持ったところで守りやすいわけでもないですけど。はい。まあ次回こそ一度取りましょう。なんとか取るし、取るよう頑張りましょう。はい。よろしくお願いします。またご